皆さんこんにちは。ニールセレクトショップの玉井と言います。私たちは99年からがもう23年になりますかね、インターネットで腕時計の販売をしている会社です。このニールチャンネルでは動画を通してですね、新製品の情報であるとか、注目のモデルのことであるとか、あとは機能についてとか、時計のね機能についてなんか皆さんにお伝えできたらいいなというふうに思っています。よろしくお願いします。今日はですね、皆さん待ち望んでいた方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、まあ出るんちゃうかと、まあ、一部の G-SHOCK のフリークの方々では噂になってたね、モデルがやっぱり出ましたというね、とうとう登場したという感じですね。ちょっと取り巻きね業さん大きすぎてるんであれですけど、今回注目していただきたいのはこの3つですね、2100シリーズ、こちらですね、これ空前の大ヒットでめちゃめちゃ売れてます。で、私もこれ1個つけてますけども、このカシオークって呼ばれてね、愛称で親しまれてますけれども、2100シリーズですね、こちらのメタルバージョンがとうとう出たと。もともと1983年に G-SHOCK が初めて誕生した時の、DW5000 っていうねモデル、これも8角形やったんですけども、これをまあ踏襲して5600っていうちょっと横長の8角形になったやつと、縦横比がね同じ八角形というのをずっと踏襲して進化してきた2100シリーズですね、これのメタルバージョン、まあ、ちなみに5600シリーズに進化していった横長の形でね進化していった、デジタルとして進化していったやつのメタルバージョンはこちらの 5000D ね、これも今すでに発売されているモデルです。5600シリーズは、5000としてメタルに進化していったと。で、2100シリーズも今回メタルとしてとうとう登場したっていうことなんですね。フルメタル 5000D、 こちらはシルバーですけども、これも空前の大ヒットでめちゃめちゃ売れてます。で、私たちももう何本売ったか分かれへんぐらい売ってます。で、これの派生でゴールドとか、これまあちょっと光沢のあるブラックとか、こっちはちょっとマットな感じのブラックとか、たくさんのこのフルメタルシリーズ展開増えてきてるんですけども、ここにまあ2100が仲間入りしてきたということですね。もともとこの2100シリーズいろんなカラーリングありますけれども、ケースのところだけちょっとメタルでカバーしたやつとかもあるんですけれども、この樹脂で作る時計がまあ同じ形でメタルになってるもんやから、同じ作り方してんちゃうんかいみたいな風に一瞬思うかもしれへんけど、これ全く別物なんですよ。メタルと樹脂は全く別物で、作る工程も全然違うし、一からねまたやり直さなあかんのですよ、開発を、というところを知っておいてほしい。簡単じゃないです。これができたからってこれできんのかって言ったら、ここものすごい壁があるんで、だから簡単ではない。一から作り直してるけれども、2100のデザインであるとか2100の良さは残したままメタルに進化してるというモデルなんですね。当然その G-SHOCK なんで対衝撃構造になってるんやけれども、こちらの対衝撃の考え方とこっちの対衝撃の考え方はちょっと違うんですよ。モジュールも全然違ってきます。今回ねこれBluetooth 入ってますから、こっち入ってなかったんでね、フルメタルから Bluetooth も搭載されたということで、モジュールが全然ちゃいます。で、作り方も全然ちゃう、対衝撃の考え方も全然ちゃうと。だけど2100なんですよ、デザインはすごいカシオさんがねこだわってるところなんやなというふうに思いますね。はい、対衝撃構造の話ちょっとしましたけれども、フルメタルとしてこの5000と2100は同じ考え方の対衝撃構造になっていて、ファインレジンっていう特殊な素材をベゼルとケースの間に入れて、でそこで衝撃を吸収してしまうという考え方ですね。2100シリーズやけども、カシオクカシオクと言われるぐらい、愛称がつくぐらいすごくみんなに愛されてるモデルなんですけど、何がええか言うたら、やっぱり大きすぎないケース形状と、で、厚みがそんなに厚くないと、でつけやすいんですね。だからそういうところがすごくこう評価が高かったんで、今回小さめ で薄いっていうね、この2100の良さは守りながらメタルにしたいっていう思いがすごく強かったんで、今回、メタルになったけども、ほとんど大きさ変わってないんですよ。これ Bluetooth で入れたってこともあるんやけども、1ミリ厚みちょっと厚くなってるけど、ケースの径で言うたら横はね、何やったら1ミリちっちゃんできとるんですよね。これもタフに作るためにバンドとのつなぎ目の形状がちょっと変わってるんで、そこで若干縦が長くなったなっていうのはあるんですけれども、1ミリだけね、横が1ミリちっちゃになって、縦が1ミリ長くなって、で厚みは1ミリ増えたと。ほぼ変われへんね。あ、これ、ここだ。
まあでも Bluetooth 搭載したっていうことで携帯電話とリンクするようになったんで、このスマホの酷似機能を使って時刻を修正するんで、こっちに比べたら時間が狂わなくなってるというところですよね。だからまあ進化してるということです。もう磁石でも全部タフソーラーやねんけど、こいつももちろんタフソーラーです。だから文字盤から光吸収して、発電して駆動すると。なので電池交換いらないですよね、環境にも優しい、そういうモデルにはなってます。はい。で、注目のね、この2100のメタルシリーズですけれども、発売は8月12日です。8月12日に発売になります。で、予約の開始が、編集間に合ってる。編集間に合ってたら今日開始です。7月29日ですね。動画の編集頑張れてたら7月29日の今日予約開始になるので、ぜひ、これ、まあ限定モデルではないんで、ずっとロングランで発売はされるんですけれども、初回のやっぱり数って決まってるんで、早めに予約 しておかれた方が確実に発売便ゲットできるということになりますので、ぜひぜひお早めにご検討ください。はい。で、注目のお値段ですけれども、お値段こちらになります。こちらですね。フルメタルといえば、まあ、このぐらいの価格になってきますよね。で、概要欄にもですね、メーカー希望小売価格とか、私たちの販売価格とかしっかり載せておきますので、そちらもご確認になってください。早速ね、皆さんと一緒にこの魅力をですね、一緒に見ていきたいと思います。はい。ではですね、詳細をね、カラーごとに見ていきたいと思いますけれども、2100のメタル出たで言って興奮しすぎて、ちょっと品番すら言ってへんかと思うんで、このシルバーのモデルの品番が GM の B2100D の 1AJF ですね。シルバーケースにブラックの文字盤。まあ、オーソドックスなカラーリングなんじゃないですか、一番。フルメタルシリーズね、この 5000D ですね。5000D もこのバンド、こんな感じ、ディンプルね、横に開いてたんですけども、同じですね。同じバンドを採用してます。まあ、フルメタルといえばもうこのバンドですね。なんか、こうビスが売ってあるみたいでかっこいいですよね、このデザインが。まあ、カシオさんのフルメタルといえば、やっぱその、仕上げですね。仕上げの綺麗さがすごく有名ですけれども、今回もこのベゼル部分ね、ベゼル部分には同心円状にヘアライン加工されてます ね。でもサイド、ベゼルのサイドは表面仕上げなんですよ。まあ、ここのコントラストがやっぱりすごく美しいですね。で、ケースこの辺ね、表面仕上げで、ここもキラキラ輝くと。ボタンも鏡面ですね。まあ、このサイドなんかは出っ張ってるところはやっぱ傷がつきやすいんでヘアライン加工されてます。まあ、実用的なね、ことも考えながらデザイン面もすごく秀逸に仕上げてきてるという印象ですね。文字盤のね、作りもすごくよくできててですね、インデックスの一つ一つ立体的に造形されてるんで視認性もすごくいいですね。バックライトついてますんで、暗闇でも時間の確認すぐできると。まあ、で2100シリーズなんでアナデジなんですね。ここにデジタルがあって、アナログでも基本は表示できると。ちょっと前回のやつとサイズの違いだけ見ておきましょうか。今回、ワイド横幅は1ミリ小さくなって 44.4 ミリです。縦ですね、縦は1ミリを 1.3 ミリか大きくなって 49.8、 厚みは1ミリ増えて 12.8 ミリですね。ちょっとだけ厚くなったの分かりますね。その分 Bluetooth 搭載したんで、そこは勘弁してもらいたいというところですね。で、ちょっと本なら先代の 5000D ともね、ちょっと見比べておきましょうか。大きさもあんまほぼほぼ一緒ですね。ケースの大きさも一緒です。で、厚みもね、これもほぼほぼ一緒なんですよ。重さもまあほぼ一緒なんで、だからまあアナログの2100かデジタルの 5000D かということで、ちょっと選んでもらっていいのかなというふうに思いますね。ぜひ両方ともよろしくお願いします。はい。ちょっとね、文字盤しっかり見せたいんですけども、それはこのブラックのね、文字盤ではちょっと見にくいところあるんで、このピンクゴールドのね、モデルを使って、ご説明していきたいと思います。このピンクゴールドのモデルが、品番がですね、GM の B2100GD の 5AJF ですね。文字盤は、まあ、ブラックと、ピンクゴールド。メタルの部分にピンクゴールドを使ってるという感じですね、文字盤の中もね。G-SHOCKっていうね、このロゴがメタルになってるところがすごく綺麗でまとまり感がありますよね。この立体造形のインデックスね、にも蒸着処理施してピンゴールドにしてあるんで、すごく全体のまとまりがなんかちょろって出てるのが。で、同じようにですね、ベゼルはヘアライン仕上げになってて、サイドは鏡面、ケースの
下の部分とか上の部分も鏡面になっているということになってますね。これほんでアナデジモデルなんで、この右下にデジタル部分があるんですけれども、ここの2枚構成の文字盤ですけども、これね、あの山形カシオね、カシオさんって山形に工場あるんですけど、精密金型技術って生かされてるんですね。なかなかだからここまで立体的に見せることってなかなか難しいんですけど、これも日本のものづくりの力ですね。モードをね表示するここの、インダイヤルね、ここにあの針が小針がねあるんですけども、この小針もちゃんと定着処理施してピンクゴールドにしてるんですよ。まだ芸が細かいですよね。奇抜なカラーリングですけれども、すごく人気出ると思いますね。はい、最後にご紹介するのがですね、GM の B2000BD の 1AJF オールブラックですね。文字盤自体はですね、このシルバーのモデルと一緒なんですね。だから全体がオールブラックになってるか、シルバー&ブラックになるかの違いですね。まあ、ベゼルのトップはヘアライン加工されていて、サイドは鏡面仕上げで、ケース自体は鏡面仕上げですね。出っ張ってるところは傷がつきやすいのでヘアライン加工を施してあると。バンドもこれあのディンプルの入ったねフルメタルのバンドになってますね。 E-SHOCKのロゴはもちろんメタルパーツ使ってます。インデックスにねあのブラックの定着処理施してあるんで、すごく締まったシャープな感じになりますね。イルミネーターついてますので、暗いところでも時間とかしっかり表示できると。はい、こちら3つのカラーリング全部見せるお見せするとこんな感じになります。それぞれに表情があっていいですね。やっぱまあ全てどちらかというと鉄板のカラーリングになってますので、ぜひお選びいただいて、一番人気出るのはやっぱこのシルバーブラックかな。まあ好みに応じてぜひお選びください。はい、装着してみますとこんな感じですね。私の腕、16.5mm ですので、その腕でこんな感じになります。フルメタルのねあのデジタルのやつとそう変わりないですね、大きさ的には。まあ視認性はやっぱりアナログの方がいいですね。パッと見た感じで時間がわかる、そんな大した厚み感じないですね。オールブラックのカラーリングになります。締まりますね、やっぱり。まあシルバーもやっぱりええけども、ブラックこれも一本持っときたいなっていう感じですね。でもこのディンプルのあのバンドいいですね。なんかすごい武骨な感じがして、これが入ってるだけでちょっとデザイン雰囲気変わりますね。はい、こちらピンクゴールドですね。ちょっとなんていうんですか、ラグジュアリーな感じがすごく出ますね。ピンクゴールドにブラック文字盤、かっこええ時計しとるなっていう感じですか。イエローゴールドと違うからそこまで嫌な感じしないのと、この肌色ね、日本人のこの肌色にすごくピンクゴールドと合うんですよね。なので、まあ、こんな感じでゴージャスなあの G-SHOCKしとるなっていう感じになりますね。はい、いかがだったでしょうか。すごくね魅力的なあのメタルシリーズになってますよね。まあちょっとしつこいようですけれども、予約の開始が7月29日、お客様のお手元に届くのが8月12日になってます。お盆前ですね、なってますので、ぜひねこの夏休みお盆のねあの行楽シーズンに、この新しい、最新のメタルシリーズね、2100のメタルシリーズつけていってほしいんで、初回の、 あのロットに数が限りがありますから、早め早めにご予約よろしくお願いします。あの大注目のシリーズ、これもあの予約開始と同時にぜひ皆さんにお伝えしたかったから、エディタープロの、ね、エディターが頑張って編集してくれました。最後まで、ね、見ていただいてありがとうございます。で、概要欄にいろいろリンク貼っときますんで、あのぜひそちらもご覧になっていただいて、この大注目モデルね、ぜひお見逃しじゃないな、ぜひお早めにゲットしてください。よろしくお願いします。まあ、この2100のメタルシリーズに関するご質問とか、あとは何かしらそのこんなあのモデルも紹介してほしいとか、この機能について説明してほしいみたいな、もしあのご要望ございましたらコメント欄にお書き込みください。あと、高評価ボタンとチャンネル登録もぜひお願いしたいなと思ってます。今日もねあの最後までご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。はい、で注目のお値段ですけれども、お値段はこちらになります。どういう感じでしょう。ここに入れるかな、ここ一応いろんなバージョンのあれしとこうか。はい、で注目のお値段ですけれども、お値段こちらになります。こちらですね。